どうも、ヨキーでございます。今回の企画としてはですね、2013年に出版された本、AKB48 グループ学習レポート、株式会社完全を未だに私持ってますので、その中から有名なメンバーの学習レポを紹介したいと思います。今回はですね、今や韓国の女性アイドルグループ、ル・セラフィムのメンバーで大スターとなった宮脇さくらさんを紹介したいと思います。はい、この当時だいたい14歳前後の時の宮脇さんの握手レポでございます。まず1、ギンガムチェック個別握手会、2012年10月21日ということです。おた、さくらちゃん、うざ選抜おめでとう。さくら、ありがとうございます。初めての選抜だったのですごく嬉しかったです。おた、これからも期待しているよ。さくら、はい、次も選ばれるように。じゃあ全力ダッシュで。おた、これからも応援する。さくらの心に。キャッチフレーズの振り。さくらとおた、さくら酒。おた、やった。はがし。さくら、はい、また来てください。ポイント、さくらの握手はすごく丁寧で、一生懸命さが伝わってくる。かなり元気でノリよく対応してくれるので、会いに来てよかったと思わせてくれるはずだ。というところですね。はい。握手レポその2です。ギンガムチェック個別握手会。日付が2012年10月21日と。太田、おはようございます。さくら、あ、今日もありがとうございます。太田、え、覚えてるの俺のこと。さくら、はい。公演も何回も見に来てくれてるじゃないですか。おた、嘘、びっくりした。さくら、いつもありがとうございます。また劇場に来てくださいね。はがしと。おた、ありがとう。絶対見に行くね。さくら、やったー、お待ちしております。ということで、ポイント。さくらはまだ14歳なのだが、かなりのしっかり者。たくさん通ってくれるファンへの感謝の気持ちも強いためか、認知するのも早い印象がある。ということですね。で、握手レポ3、真夏のサンズグッド、個別握手会、日付2012年7月8日。おた、こんにちは。さくら、ありがとうございます。おた、さくらちゃんはやっぱ天使だから、ウィンブルドンのピンクが似合うね。さくら、本当ですか。えへへ。おた、もう本当に天使そのもの。さくら、ちょっと言い過ぎですよ。はがし。おた、また公園見に行くね。さくら、はい、待ってます。ってことですね。で、ウィンブルドンの注釈ですが、チーム H の手をつなぎながら公園を置いて、宮脇さくらユニット曲ウィンブルドンに連れてってで、ピンク色の可愛い衣装を着ているということですね。ポイント、さくらと実際会った歌にどうだったと聞くと、高い確率で天使という表現を使って語る。彼女の笑顔はこれからも多くのファンの心を癒すはずだということです。まあ以上なんですけども、私の個人的感想は、ちょっと残念ながらですね、私宮脇さんと握手はしたことないんで、会話を直接したことないんですけども、まあ755でお返事を2度ほどいただいたことがありますね。まあこの時、前後、この後も数年ですね、本当にしっかりとした対応で、本当に素晴らしい方だなと思っておりますし、それがあったから今大スターになっているかなというところがありますね。はい、今回は、2013年の本から、握手レポ、宮脇さくらさんの握手レポをお送りしました。ありがとうございました。